愛の歌作品114は、ヨハン・シュトラウス2世が1852年に作曲した初期のワルツ。当初このワルツは、愛の歌というタイトルで新聞告知されたが、1852年6月18日のフォルクスガルテンでの初演では、愛のセレナーデに曲名変更され、初演後にカール・ハスリンガーの出版社から楽譜が出された際に、原稿の 愛の歌の曲名に再変更された。1844年にデビューしてから、シュトラウス2世は、父ヨハン・シュトラウス1世や、ヨーゼフ・ランナーの様式を模倣するばかりで、長らく独自の様式を構成することができなかった。当時のウィーンで絶大な影響力を誇っていた、音楽批評家、エドアルト・ハンスリックからは、独創性が弱く、暗中模索中。 格好をつけていると否定的な評価を受けていた。そんなハンソリックもこのワルツには魅了され、有力しビーナーツァイトゥング史上において、心が狭く、今日の舞踏音楽を軽蔑している、不機嫌で時代遅れの連中には、彼らを恥じ入れさせるような寛容さで、若きシュトラウスのセレナーデを聴かせるのが良いと高く評価している。また、鋭い新聞批評で知られた、テアターツイトゥング紙も、 今や、息子、ヨハン・シュトラウスが、父・シュトラウスに完全にとって変わったことは明らかだと、好意的に批評し、変わらぬ価値と不滅の美しさを持った、最初の傑作の数々の一作に含まれると書いた。この時期に、シュトラウス二世は作曲家として、急速な成長を遂げ、既成の様式の単なる模倣ではない、独創的な作品を生み出すことができるようになっていた。やや暗い曲層ながらも、 バイオリニやチェロなどの弦楽器がよくなり響く、1850年代の傑作ワルツの一つとしても重要な作品で、ほぼ同時期のアンネンポルカと並ぶ、シュトラウス2世の創作上初期の傑作の一つに数えられて、しばし CD などに演奏、録音されてもいる。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、ABC 加藤 P110、ありがとうございます。